おかえり、おかえり、ただいま、おかえり、おかえり、ただいま。かたむつりさん、アイスありがとうございます。そう、え、七並べどうなってるの？そう、七並べにアプリ、ゲームのアプリの七並べに三期研究生もやる、一緒にできることになりました。イエーイです。声ありがとうございます。おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、できるようになりました。嬉しいですね。七並べはよくおばあちゃん家に行ってお風呂上がりにするのが日課でした。おばあちゃん家にいた時ね。サッチーサッチーヤッホー、こんばんは、こんばんは、サッチーヤッホー。でももう最近はやらないので行ってもそう、昔はよくやってましたね。やり方は全然まだ覚えてますよ。ていうか普通にやってましたしね、七並べめっちゃハマってました。サッチーヤッホー。くまねパパさん、ありがとうございます。ソフトクリーム今日はさっき今食べたんですけど、夜ご飯、そう、うどんに卵入れて納豆入れて。誰がかばやねんさん、かき氷ありがとうございます。入れてタレかけて食べました。さっちーやっほー。最後に卵が余っちゃって、納豆もうどんと一緒に食べれなかったので、レンジでチンして卵にしました。卵焼きか。誰がカバヤネンさん、アイスありがとうございます。おじゃまるさん、アイスありがとうございます。お腹いっぱいです。英語やありがとう。サチヤホー、こんばんは。冷たいうどんしか食べるけどね。確かに今日はでもレンジでチンしてすぐのうどんなので、ぬるいうどんでした。レンジのチンのうどんなのだね。何分茹でる派？うどんはあんまり茹でたことない。茹でるよりもあの冷凍のチンするやつを買うので、そう、それ派です。そうめんは1分。そうめんはよく茹でます。冷しゃぶうどん、冷しゃぶうどん、あ、美味しいよね。え、8位ってどういうこと？イエーイこんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、冷凍うどんが楽だし、もちもちで好きなんですよね。もちもちなんですよ、冷凍うどんは特に。おかえり、ただいま、ありがとう。おかえりなさい、おかえりなさい、ただいま、ありがとう。また来たよ、ありがとう。またやっほー。私のメンバーの順位が、あ、勝った人みたいな順位ですか。受験さん、こんばんは、ありがとうございます。かたむつりさん、ソフトクリームありがとうございます。え、どういう順位だ、勝った順みたいな感じ。こんばんは、こんばんは。エコヤ、ありがとうございます。ルエルさん、ソフトクリームありがとうございます。サチ、こんばんは、こんばんは、ありがとう。サチ、ヤッホー。サチ推しが頑張ると、そういうこと。自分カードに設定してくれ、あ、そういうこと。え、すごい嬉しい、ありがとうございます。そういうことか、なるほどね。ありがとうございます。嬉しすぎる、ハッピー、ハッピーだね。ありがとう、本当に嬉しい、ありがとうございます。試験さん、こんばんは。サッチ、ヤッホー。りょうちさん、アイスありがとうございます。サッチも やったんですけど、自分のね、あれのカードに、あの
自分声低って思いました。ショールームも低いけどなんか低って思っちゃいましたね。どう思いました？低くないですか？お知らせがあるみたいだよとか言ったんですけど、ミキさんアイスありがとうございます。自分声低って思いましたね。はい、サッチヤッホー、声やありがとう。個性があって、あ、本当に？ならよかった、ありがとう。こんばんは、こんばんは、サッチヤッホー。そう、あれがあるんですよ、あの口並べて最初にお知らせがあるみたいっていうところがあって、それ聞いた時、あ、低ってよね、ちょっと低いよねって思いましたね。おかえりなさい、ただいま、ありがとう。栄光やで、ありがとう、よかった。なら、トンさん、ソフトクリームありがとうございます。めっちゃ声作ったら、なんかどれが地声かわかんないんだよね。そう、これも地声だし、そう、いろんな声があるのでいろんな声があるのでちょっとあれだけど、違うけど、そう、いろいろね、あ、なんて言うんだろう、なんかね、いろんな高さで言います、よく。あっくんさん、ありがとうございます。かたむつりさん、ありがとうございます。アイスクリーム、ポテポテさん、アイスクリームありがとうございます。こんばんは、しけんさん、ありがとうございます。ぶりこ声、ぶりこ声は出ません。嘘嘘、出るよ、出るけどね。そう、さっちー、やっほー、やっほー、やっほー、こんばんは、こんばんは。トーンさん、アイスクリームありがとうございます。チョコさん、ソフトクリームありがとうございます。あ、そういうこと、サッチーはガチャ2人います。そうです、1と2でね、分かれてるので。はい、主権さん、ありがとうございます。 Thank you。 はい、こんばんは、サチコ、今来た、ヤッホー、こんばんは。バスの案内音声の仕事、そんな仕事があるの、すごい。 なんていうかな、え、どういうこと、バスの案内って、左に見えますのがみたいなやつそれはガイドさんか。50アップくんさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。ブリーク声は有料かじゃあ有料で、私有料しがち問題どうしよう。ブリコ声か、ブリコ声って何、うん、アイコンがちゃ、あお、サチコが出てほしいな。サチヤッホー、こんにちは、主権さん、ありがとうございます。こんにちは、バスガイドさん、え、ありがとう左手に見えますのがこちら、がかんとかです、払います、フレイ声、え、ありがとう、じゃあ待ってるねハロー、ハロー、受験さん、ありがとう、 Thank you、 Thank you、 英語や、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ポテポテさん、かき氷ありがとうございます。最近ラーメン欲がすごいんですよね、ラーメンが食べたい人生丸ごとサッチにガイドする面白いな。 KVPH さん、食べてありがとうございます。かたむつりさん、あやさん、ありがとうございます。たくさん、あ、でもさっき、あ、同じく間違えてサッチーでないガチャ必死で、ピエンだね、それは。サッチーは丸2の方にいるのでね、間違えないように、うん。明けのみょうりょうさん、ソフトクリームありがとうございます。
誰がかまやねんさん、ソフトクリームとかかき氷ありがとうございます。さっち弱いかもしれない、七並べみんな手加減よろしくさっちやっほー。お、さっきシークレットってポテポテさん、ソフトクリームありがとうございます。明野明星さん、ソフトクリームありがとうございます。パスの声確かに、あ、そうなの。まだね、自分のキャラではゲームはしてないんだけど、そう、最初のログインボーナスとかのやつ低かったって思った。ログインボーナス高く言えかったかな、どうなんだろう。でもまあ別に気に入ってるのでいいんですけど。栃木のスーさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、主権さんありがとうございます。え、手加減しますってありがとう。こんばんは、こんばんは、サッチーやっほー、サッチーかわいい、ありがとう、サッチーやっほー。今日も今日だってこっそりかわいい、サッチー、え、ありがとう、こっそりありがとう、サッチーやっほー。なんか言おうとした、あ、そうそう、私がまた始めたことをあんまり聞いてない方も多いのかな。そう、秋代さん、ソフトクリームありがとうございます。マイ天使ありがとう。ゆよのよさん、ソフトクリームありがとうございます。さっち晩ご飯何をする。あ、晩ご飯ね、さっきのね、そう、ちょっと配信やめてご飯食べさせていただいた時にうどんに納豆と卵入れてタレかけて食べました。トアティス、あ、そう、あ、そうじゃないよ、これは6周年の T シャツです。そう、わだちんさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様、ありがとう。皆さんもお疲れ様、今日月曜日だよ。明日から8月という奇跡七千しずさん、ハートありがとうございます。8月だよ、みんな何する。サチこんばんは、こんばんは。なんか、え、ありがとう、サチ子のバースデー来るだって。そうだね、明日になったら、私もう20日後には誕生日か。18歳なんて信じられない。とりあえず3本目のフェンライト、あ、ありがとう、黄色白黄色で待ってるね。待ってる、大人になって、そう、18歳、8月になったらサッチの豆太郎関係ない。え、嬉しい、ありがとう。検討中でも嬉しい。ぜひ撮ってくださいね。ありがとう。おめでとうございます。ちょっと早め、ありがとう。ありがとう。こんばんは、こんばんは。セブンティーンが終わっちゃいますね。セブンティーンはカスミンとユイナに任せました。花のセブンティーンはユイナとカスミンに任せます。サッチー、こんばんは、やっほー。明野明星さん、ソフトクリームありがとうございます。チーズ食べたいこんばんは、こんばんは、ありがとう。戻ってた、そうです、ただいま。納豆ちゃんと、あ、混ぜましたよ。うお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 う、でも食べれませんでした、うどんと一緒には。なのでチンして食べました。最後、ラブリー48&46 さん、ソフトクリームありがとうございます。もぐもぐパクパク。最近梅にもまたハマっちゃって大変
なんですよ。ゆいなが一番おいしいって言ってた海をコンビニで買いました。そうめっちゃ前に1回買ってもう1回買って、そう納豆混ぜない人っているのかな。あ、混ぜない人いるわ、いたわ友達に。食後の神戸プリン、最高じゃん。食後の梅食べようか迷ってる。あ、でもあと4つしかない。大切に食べたい派です。スカルさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、こんばんは。匂い嗅ごう。あ、いい香り。めっちゃ好き梅の匂い。こんばんは、こんばんは。ありがとう。カリカリ梅です。そうです、カリカリ梅。シャイニングフィンカーさん、かき氷ありがとうございます。いっぱい混ぜると納豆菌なぜが出る。あれっていっぱい混ぜたら出るんだ。じゃあそのさ、あんまり混ぜない子には言ってあげた方がいいよね絶対。こや、ありがとう。サチ6位よかった。本当にすごい。ありがとうございます。嬉しいだけ。そう、嬉しい、ありがとう。サチヤッホー。サチコは辛いもの好きですよ、めっちゃ食べます。あ、でも辛すぎるものは苦手です。かたむつりさん、かき氷ありがとうございます。ん、今かき氷って言った私。なんて言ったか忘れちゃった。ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、今日も遊びに来ました。よかった、ありがとう、来てくれて。今かき氷って言った気がする、でもそれすらも分かんない。和田陣さん、ソフトクリームありがとうございます。え、だよね、かき氷って言った気がした。あ、そう、あのかき氷言うてたかもね。そうだよね、やっぱり気づいたのすごくない。こんばんは、こんばんは。遅くなったけど参上、ヤッホー、ありがとう、来てくれて。サッチー、ヤッホー。アイス食べたい。赤いたぬきさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、ヤッホー。B 型免許さん、ソフトクリームありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。今日も入れてる砂丘が多い。そう、この椅子座るとね、くるくるしちゃうんだよ。アイスのイベントって今日も。そうです、7月31日の今日までで。のぼいちさん、アイスありがとうございます。くまねパパさん、食べてありがとうございます。なくるさん、アイスありがとうございます。でもさ、ガリガリの系はさ、ほぼさ、水やん。そう、でも良くないとこ見つけました。くるくるさん、くるくるってそういう方、くるくる回ります。残り4500くらい。ありがとうございます、感謝。ひろしさん、食べてありがとうございます。もぐもぐもぐ太郎。明けのみょうりょうさん、ソフトクリームありがとうございます。りょうちさん、食べてありがとうございます。あっくんさん、ソフトクリームありがとうございます。そうそう、なんかそういう気持ちになっちゃう。わだちんさん、ソフトクリームありがとうございます。KEVPH さん、食べてありがとうございます。りょうちさん、ソフトクリームありがとうございます。さ
幸ヤッホー、やばい、なんか梅の匂い嗅いだ、食欲湧いてきたんだけど。ひろのりさん食べてありがとうございます。27日募金ので、ここで募金あできんので、ありがとうございます。27日頑張ってきます。たちこさんの最近の一押しです。最近よくモナカアイス食べます。そう、小豆が挟まってるモナカのアイスが特に好きです。マカロニグラタンさん、ソフトクリームありがとうございます。ゆきおさん、ソフトクリームありがとうございます。ひろのりさん、食べてありがとうございます。ゆきおさん、ソフトクリームありがとうございます。24時間テレビ、山口行きたいけど、ああそうなんですね、頑張ってきます、ありがとうございます。ザッキーさん、ソフトクリームありがとうございます。かたむつりさん、猫ありがとうございます。達成したっぽい、本当に、どうやったらわかるんだろう。栃木のスーさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、小豆のもなかはね、本当に美味しかった。そう、あれは結構ね、上位に入るレベルで美味しかったです。うん、美味しかった、個人的に、うん、好き好きでしたね、めちゃくちゃ。小豆が挟まってるバニラ、美味しかったです。これって達成とかしたら出てくるのかな、画面に。前門さん、食べてありがとうございます。アイス食べちゃおう。実は小豆バー食べたことないんですよね。硬いらしいですね、めちゃくちゃ。でもめっちゃ気になってる。テロップ出るはず。そうなんですか。梅食べたい。こんばんは、おばんです。ラッホー、ありがとう。そんなに硬いの。こんばんは、こんばんは。カチカチ山のたぬきさんか。それ本当に。小豆は食べて、そういればになりました。本当にそれ。キッチンさん、アイスありがとうございます。あ、この前新幹線乗って隣に通ったんですよ、新幹線アイス。でも残り10分とかだったのでやめました。食べたかったよ。カチカチらしいですね。サッチーヤッホー。どうやって食べるのがコツなんだろう。溶かすのが一番なの、小豆バーアイスは。でもね、冷えた状態で食べたいですよね。どうやって食べるのが正解なんだろう。食べたことないから。サッチー、初見さん、ありがとうございます。10分以上外に出してから食べてる。なるほど、やっぱちょっと溶かすのがいいんですかね。サッチコは我慢できない、かじりそう。なかなか。いや、温めるのがいいんだ。根性で削ります。無理やり前まで、ね、前歯折れたら大変。そうなんだね。あ、それ聞いたことあるかも。牛乳に浸して食べると美味しいって。なんかなんちゃってお雑煮みたいな。待って、テラップに出てくるのかな。どうなんだろう。
そう、今日揺れるサッチいつもだけどこんにちは、こんにちは。え、固まる幸子、どうなんだろう。達成済みです。本当に？本当に？あ、達成済み、あ、そうなの？え、幸子見たい。出てこないかな。今達成ですみたいな。え、そうなの？え、見たい。幸子も出てこないかな。え、ありがとうございます。皆さん、イエーイ、20、ありがとう。え、本当に？え、見たい。え、そうなんだ。え、すごいね、テロップが出るみたいな。達成済みなってるで、本当に？やったー、ありがとうございます。皆さん、あ、イベントページは達成済みになってる。そうなんだ、おめでとう。え、本当に？え、やった、嬉しいんだけど。ゲットだぜ、アイス。シャキーン、おめでとうございます。え、嬉しい。え、ありがとうございます。達成おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます。え、嬉しい、めちゃくちゃえ、ありがとうございます。皆さん本当にガチ拍手してみた。うるさかったらごめんなさい。すごい、ありがとうございます。え、ありがとうございます。やったぜ、サッチ、やったぜ。届いたお呼びじしません、独り占めさせていただきますコングラチュレーション、ありがとう、万歳、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。達成おめでとう、ありがとう。シェアはよ、シェア、何だしよって。ガリガリ君食べたからありました。今から自分でお祝いアイス自分で食べます。食べてるところを見せられる。あ、カップのだったら溶けないかなって思ってます。おめでとうございます、ありがとう。ね、カットアイス見せますね。サチにぴったりアイス、幸せ。そう、冷凍庫が幸せのあれになりますね。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいですね。サチヤッホー、こんばんは、ありがとう。よかったよ、涙、うん、よかった、嬉しい、嬉しいから梅を食べます。嬉しいので梅を食べます。サチの引きなの、本当ですか、あと、ありがとうございますありがとう、美味しいから、ならで全体で今これ、え、そうなんですか、ありがとうございます。梅がちょっと今
うまく喋れなかった。 OK ありがとうございます。コーヒーもそうやって幸子も見れるんですかね、ランキングみたいなやつ。どうなんだろう。ありがとうございます。梅の悪いとこは1個食べたら何個も舐めてしまうとこです。でもあと4つしかない。あ、見れるよって。あ、そうなんだ、ありがとうございます。梅美味しい、もう1個食べよう。あ、え、5個あった、嬉しいそう、七並べ3期生もね実装、うん、3期生も参戦です。そうです、ありがとうございます。おいしいね、ええ音よな、これ。あ、おいしい、止まらん、カリカリ梅がマジでおいしい。さすがゆいな大先生やわなんかゆいながなんか一番おいしいって勧めてくれた梅を食べてます今。昔のゆいなのオーディション時期の配信を見てた方は知ってるかもしれないです。確か言ってた気がする、オーディションで食べ比べしたんよねって。それでね勧めてくれました。初めてのレッスンでもらいましたね、ゆいなに。そういえばこの梅をっていう思い出のある梅です。梅はシソ梅派かな。でも蜂蜜梅も好きです。でもこのさカリカリ梅って1日で1泊食べたらやばいのかな、塩分が。サッチーやっほー、ありがとう、こんばんは。じゃあ10分になったらカラオケ配信します。なんか暗号のテロップなっちゃった。まあいいや。え、テロップ入れたのに消しちゃった、間違えて。ありがとうございます。行けました。1週間分ってね、確かに1日どんな感じ、全然わかんないんですよね、まだ。今何分だ、あ、5分後か。じゃじゃーん。
イヤホン。ちょっとリップを一瞬塗ります。お、あ、塗れちゃった。あれ、梅食べたからかな、濃くなった。あれ、梅食べたからかな、わかんないけど。ただじゅーなの。あ、リップ塗りチューンです。少々お待ちください。オッケー、リップをのさささささ来ました。こんばんさき。大変大変、さちこ4位。本当にありがとうございます。並び押し設定にしてよって、ありがとうございます。サッチー初見さん、ありがとうございます。こんばんは。かわいいっすね、ありがとう。シュタンプっていうんだっけ、シュタンプもチェックしてくださったら嬉しいです。やっぱそうだよなっていうスタンプの、シュタンプか、チェックしてください。こんばんは、こんばんは。そのランキングっていうのはどこから見れるんですか。その七並べのアプリからどこに行ったら見れるんですかね。シュタンプ、タタジュー。あ、このこういうマークのとこ。そうなんだ、ありがとうございます、教えて。あ、トロフィー、それだ、トロフィーだ。トロフィーっていう言葉が出てこなかった。右側のトロフィーのマークを押して、ありがとうございます。じゃあ配信終わった後にやろうと思います。ありがとうございます、皆さん。やっほーやっほー。イヤホン刺すだけにしとこ。4位なんですか、ありがとうございます。本当にかも、なもなも。充電大丈夫、本当にそれな、大丈夫かな、見れないんだよね、止まっちゃうんですよ。でもさっき充電してたので、縦にしたら見れるのか、ちょっと一瞬縦にさせていただきます。お、いけそうかも。戻します。いけそうかも、なんかこんぐらいあるじゃないですか、充電のあれが、こんぐらい、半分ぐらいだから大丈夫だと信じてます。初訪問たくさんありがとうございます。 ST48 さん、研究生の都合浅木です。9分だ。横向き撮影向き、ありがとう。よきよきだよね、多分止まんない気がする。そう、バッテリーがね、減るのが早いんですよ。信じるものは救われる。そうです。お、10分になったのでイヤホンを挿します。3、2、1。オッケー、どうしようかな、カラオケにして。どう、どうしよう。
目。くださいね。1曲目は、あ、そうだね、今日は7月のラスト、今日はこの曲です。お約束通りの昨日のお約束通り、知らずに声が大きくなってた。きつく聞こえたかもしれない。僕のどこが間違ってるんだ。トンネルに入る前に急いで、暗くなった窓が気まずい。人の話聞こうとせずに自分の答えを押し付けた。そんなに世界を狭くしてどうするの。僕は頭を殴られたようで、やっとわかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった。そんな言われ方したことないよ。そばの誰かがバーってくれた。わかったわかった、自分のことが愛がなければ生きてはいけない。どんなに初めてだった。いつもはあんな優しい君に叱られた。ホームに降りた僕たちは、続きを話す気もなくなって、少し距離ができたまま人混みに埋もれてしまいそうで、僕は謝ることをより先に君と手と手つないだ。どこか足りない軸層パズル、そっと互いに埋め合うのが相手への思いやりとか優しさとか、そういう関係なんだって思う。なぜか言葉が刺さってるのに、素直になれなくてごめん。言い返されて悔しいけれど、一人きりじゃ何にもできない。言葉が刺さってるのに、反論しても無駄な抵抗だ。プライドなんかどうでもいいよ。それより僕は君に叱られて嬉しい。甘えられるもの、許してくれるもの、だからいつだって一方的だった。やりたいようにやっては、誰か傷つけてきたのか。例えば世界にたった一人の君には、叱ってもらいたい。わかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった。そんな言われ方したことないよ。そばの誰かしゃがってくれ。わかったわかった、自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった。いつもはあんな優しい君に叱られた。今のは乃木坂46さんで君に叱られたでした。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。
ありがとうございます。幸子20世紀ともちゃんさん、愛ありがとうございます。届いてますよ。888エコヤありがとうございます。パチ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 エコヤめっちゃ可愛い、ありがとうございます。電車の中はうるさくて、いい声してんね。本当ですか、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。よいしょ、サチに叱られたいって。面白い。さみたれよ教えてくれ、上下反射で泣けてくる、黄昏の坂の途中、なんでなんでなんで地平線だ。昔のことなんかどうだっていいのに、だけに最近思い出すようになった。後になって振り返ると、あの頃ってあれはあれで楽しかったなって思えてくるもんなんだな。朝部10番武蔵プリで変わった夜中変わってないよ。どれだけここを歩いただろう、君と二人で手を繋いだりキスもしたし、喧嘩もしたし、虫だって知ったし、懐かしい。情景反射で泣けてくる、黄昏の坂の途中、なんでなんでなんで地平線に通れかの空が消えてくから、景色が滲んで泣けてくる、愛なんてほんの一瞬、永遠の幸せないんだ、どんな一日もあるようにいい天気でいるか。で好きだった本気だった不器用だった僕がいけないんだ、今さら気づいたって後悔したって、後の祭り十番待ち、こんなとこ空いていたらばったり君に会えるんじゃないかって勝手に動いてしまったらしい。ピーコークで買い物して焼きの割れた焼き食べて同じコース買うちゃうなんて切ない。ないね、新しい声も違う声もいっぱいしたし頑張ってきたんだけど無理だったんだ。情景反射じゃしょうがない、情景反射じゃしょうがない、自分の気持ちに抗えない、情景反射で溶けてくる、黄昏の坂の途中、なんでなんでなんで地平線へ誰かの背中が消えてくから、景色が滲んで泣けてくる、愛なんてほんの一瞬、永遠の幸せはないんだ、どんな一日も終わるように、元気でいるか。です、ありがとうございました。今のは桜坂46さんで情景反射で泣けてくるでした。ありがとうございます。これはもう東京ドームのライブをされたんですが、されたんですよ桜坂さんが。それの情景反射で泣けてくるの動画をめっちゃ見てました、一時期。めっちゃ好きなんですよね。ちょっと寒いので扇風機切らさせてください。オッケーです。サッチー初見さんありがとうございます。パチパチパチサッチーヤッホー。
パチパチパチ、ありがとう。チュ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 、もうどんどん。なぜなんてマンデー聞かないで、チューゼーきっと理解できないだろう、ウェンデー毎日サデー見かけて、フライデー思い続けて、きたサタデー、もっと会いたいなんて不思議だ、きっと僕は声をかけられない、目と目合うと胸が締め付けられる、電車の窓で鏡代わりに、春の制服そっとチェックして、腕に巻いてた真っ黒なヘアコムでポニーテールに髪を束ねた、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった、精霊みたいにほんの一瞬で何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよう、そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった、キュン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 しちゃった、キュン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 しちゃった、からずっと気になって、君のこと頭がいっぱいだ、夜が来てもなかなか眠れないんだよ、電車の中に紛れ込んできた、もしろ蝶が肩に止まった時、君は両手でそっと捕まえて、開けた窓から逃がしてあげた、君あることは何でもしよう、君のためなら何でもできる、真っ白な心汚れないように守ってあげたい、僕にできないことも何とかしよう、いてくれたら力になるのに、叶わぬ願いの一人ことさ、好きというのは写真受け、そんなことでキュンとするの、君に笑われちゃうね、追いかけないタイミングで、そうときめいたガチャを引きが止まる、きっと言って違うとこないさ、僕が勝手にキュンとしただけ、こうやって人は恋に落ちるのか、始まる瞬間、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった、せで君みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ、何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよう、そんな思いさえ気づいていない、余計に君を
は日向坂46さんでキュンでした。ありがとうございます。君を抱きしめたい、君、卵の君、あちあちあち、ありがとうございます。キュンです、キュンです、キャワーありがとう、あち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 、最高オブ最高、ありがとうありがとう、パチパチパチ、ありがとうございます、パチパチパチ、声可愛くてキュンキュンだわ、ありがとう、おじさんハートがキュンキュンしちゃう、ありがとう、いいねいいね、ありがとう、あち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 、 What time is it now? OK OK、 こんばんは、こんばんは、どうしようかな、どうしようかな、めっちゃ好きな夏ソング、スースー好き、チューチューチュー、あとちょっと、ララロビアイラビュー、週末だね、ラッピー、やっと今日は金曜日、定時ダッシュ決めました、 So hey 実は大都市ゆ、君も同じですか、もうじゃんじゃん時鳴らそう、会えない間デュエットしよう、愛の花束、君、君、パステルハートが熱い日差しにやられる、一緒に溶けていなくなる、泣いてウィークエンシートロンピックだけ広がるの、甘い香り汗じゃなめピックだけ明日まで我慢アロピスタジオも甘さたっぷり、だって会いたかったの、大好きよ、ダメ、米のアイポン、マイセルフジャッジメン、彼のフェイスティングワーズマイストンメン、人になれることのイコール一人目、ツイルドルブアミガッタトークタタトバプステティクスノリで抱きついてヘッダー、上下ゲーム開催やば決まっちゃってない、椅子を並べてベランダでティータイムしよう、アールグレーゆっくり楽しみましょう、やっと会えたべき、ふわふわウィッピークリーム、愛情はマシマシです、特別だよウィッピークリーム、恥ずかしがらないでね、トピウレモンラテ、私の方が山恋をしてるの、君だけよ、オーガニックレモンたくさん、一生地のフェミニンを大事に混ぜて、あらもうまだダメ、君の時世のスペシャルサンクス、私じゃなくちゃやだ、ヒロイン私、お家はもちろん一緒、魔法をかけて I need you、 ドレスはピンクがいい、でなりビルダイらないくらいキラキラにしてね、幸せだよウィークエンシートロンピックだけ、広がるの甘い香りだけど汗出ちゃダメピックだけ、二人ほら見つめ合い、大きな声で愛してる、
しい、ラララビ、アイラビュー、守ってほしい、スースー、スキチュチュチュ、誓います、ずっと。です。ありがとうございました。今のはイコールラブさんでウィークエンドシトロンでした。これはサッチーが大好きなひまわり畑での撮影地なので、ひまわりのすごく特に好きです。パチ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 、ありがとうございます。エクセル、声好きすぎる。本当ですか？ハチ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 。あ、ちょっとイヤホン外させていただきます。優勝でありがとう。いい、ありがとう。開講やありがとう。パチ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 。初めて聞く曲だけど、めっちゃ好きです、この曲。MV もめっちゃ可愛くて。いつもと違う、めっちゃ可愛い系の声やね。そう、可愛い系の声なんです、これは。目が可愛い、好きです。本当？ありがとうございます、初見さん。声が、サッチ、ええ声。タチャンさん、ソフトクリームありがとうございます。ええ声や、サッチ、声がとても可愛い。めっちゃアイドル詳しい。そう、アイドル大好きなのでね。いろんなの好きですよ。ええ声や、ええ声や、ありがとう。今日のカラオケ配信は以上です。今日は3曲聴いてもらいました。桜坂46さんの情景反射で泣けてくると、日向坂46さんのキュンと、イコールラブさんのウィークエンドストロングの3曲、ありがとうございます。ユージーさん、ソフトクリームありがとうございます。そして七鍋1位、ありがとうございます。嬉しすぎる、ありがとうございます。後で見てスクショします。サクさん、ありがとうございます。また歌ってね、こちらこそ。チュー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 、あとちょっと。そう、ありがとう。ありがとうございます。七並べ、本当ですか？アップテンポからバードから、ありがとうございます。歌も、七並べも、アイスも、もうありがとうございます。ありがとう、サッチーやっほー。あ、君に叱られた、すいません。乃木坂46さんの君に叱られたも歌わせていただきました。ありがとうございます。並べガンガン回してるってありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいから梅食べる、後で嬉しいと梅食べます。ありがとうございます。ありがとうございます。さっちーちゃんに叱られたい。こら、何してるんやって怒ります、さちこは。本当ですか？スーパー元気さちこ、ありがとうございます。嬉しすぎるお言葉です。ありがとうございます。ありがとうございます。カードコンプしたよって、イエーイ、ありがとう。ありがとうございます。なんか感心、なんていうの、こういうの、なんていうの、わーってなってた今。ほーってなってた、わかる？ごめんね、言葉にできないあーってなってた。ありがとうございます、本当に。あー、もうリップ漏れちゃった、嬉しすぎて。リップがね、はみ出ちゃった。ありがとうございます。こんばんは、しげんさん、ありがとうございます。そうなんですか、ポイントもすごいよって。あとでスクショしまくりますありがとうございます、本当に。久しぶりのリップグロス、感無量、それだ、感無量です。合ってるの？ごめんね、日本語の使い方が違ったらごめんね。感無量です。
ありがとうございます本当に。あ、久しぶりのリップグロスいいね。夏っぽくない？久しぶりに。あの頃は輝いているね。ちょっと混ざっちゃってるか。なあ、もうずっとためて続けたハートがいいけど。ありがとう、サチのために使ってくれて。じゃあ40分になったら誕生読まさせていただきます。リップグロス。今日の実際何か買え。今日は ST48 6周年コンサートの T シャツです。ですです。他のグループ踊りとか気になった？気になります、気になります。よく見たい、よく見たりしますよ。次回決まったね、歌っちゃおう。あとあれも好き、踏切の向こうのネズ。今日歌ありがとう。こちらこそありがとう。あ、言わせてフォローして。フォローありがとう。グッドグッド。サチンサチアレー、サチアレー、ありがとう。ナイス。あ、でもさ、サステナブルか。もう夏曲だよねあれ。どうなんだろう。サステナ。どうしても君が好きな恋人よ、僕は旅立つ東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物を探す探す。高いよね。ありがとう。小栗さん好きです。あとコッコちゃんコッコちゃん好きです。小浜ココネちゃんか、ココネさん好きです。ですそうなんですよ。そうね、小栗ゆいさん次センターでそう、そうなんです。そうなんですか、お話し会いいな。誰の影響で古い曲知ってる？テレビかな。テレビですそうですね。お、40分になったので壇上を待たせていただきます。13位、ひらしさん。12位、まどすけさん。11位みよこうちゃんさん。10位あけのみょうじゅうさん。9位りょうちさん。8位ゆきおさん。7位やすべえさん。6位 KVPH さん。5位かたむつりさん。4位おりちゃんさん。3位くまねパパさん、ありがとう。2位ひろのりさん、ありがとう。シャキーン。そして1位はまっさん、ありがとう。食べて食べてアイスたくさんありがとう。特にね。です。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。あ、OK です。です。ありがとうございました。皆さん本日も。そしてね、大好きなアイスのイベント達成。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しすぎて楽しみです。毎日アイスアイスと思いながらです。ありがとうございました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
にありがとうございますありがとうございます。あ、そう、そして七並べ1ね、もう今から開いて美ししまくります。ありがとうございます、本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。落ち着けさっち、落ち着きますそう、配信ありがとう、こちらこそありがとう、おやすみ、おやすみ、ありがとう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 。俺もスクショかね、スクショしよう一緒に。ガリガリ君も喜んでますね、最初のおめでとう、アイスもぐまいし、え、もっち何を選んだか見せるね。お疲れ様でした。それでは皆さん、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。明日からね、8月で、なんか8月になっただけで幸子は暑さが2倍ぐらいになっちゃう謎の考え方をしてるんですけど、そう、まあ、暑さに負けず明日もアイス片手に頑張りましょう。今日も一日お疲れ様でした。そしてアイスと七並べ本当にありがとうございました。それでは皆さん、おやすみ。カラオケもありがとう。バイバイ、おやすみ。